ステーキ皿に乗ったふわふわなかき氷、いちごソースと練乳がたっぷりかかっています。このかき氷が食べられるのは、江南市で4月にオープンした韓国式かき氷専門店トリートです。韓国発祥のイトピンスというかき氷を提供しています。ピンスとは韓国語でかき氷ですが、使うのは氷ではないんです。水にいちごなどのフルーツシロップを混ぜた液を使用します。入れます。瞬時にローラーはマイナス35から40度ぐらい瞬間に冷えますので、この冷えたローラーが液体に触れることによって、糸ピンスより細かく糸状に削ることができます。糸状にすることで、かき氷とアイスの間のような食感になります。こちらは人気のミルクきなこピンスです。黒蜜と練乳がかかっていて、わらび餅や玉状の和菓子オイリをトッピングした和の一皿です。一瞬で溶けて初めて食べた食感です。こうわらび餅のもちもちとした食感と、かき氷のこのふわっとした軽い口どけと、和菓子のこのサクッとした食感が混ざってとっても美味しいです。期間限定のフレーバーも。スイカピンスには鳥取産の大栄スイカを使用、室戸海洋深層水の塩をかけるとスイカの甘みが引き立ちます。甘さがさっぱりとしたスイカとひんやりとした軽い口どけのピンスが合わさってて、この暑い夏にぴったりだと思います。今は期間限定の味を含めて7種類を販売していますが、今後も季節に合ったフレーバーを提供していきたいということです。不思議な食感ですねって言われるのが一番嬉しいので、やはりそういう体験をしてもらいたいと思っております。いつでもどの季節でも食べれますので、よろしくお願いします。韓国式かき氷専門店トリートの営業時間は午前10時から午後4時で、定休日は金曜です。一方、四万十町の四国霊場第37番札所岩本寺のお膝元にある丸井製菓、旬の野菜や果物を販売し、お遍路さんも立ち寄るこの店では、製菓店ならではの素材を生かしたかき氷が人気です。例えば今日訪れたお客さんが注文したのは、味が濃くてとても美味しかったですすっごく山も味がしますとてもさっぱりして美味しいです。夏に向いちゃおうと思います。小夏のいい酸味が効いてますね。山桃、小夏などかき氷メニューは20種類から25種類。夏場の果物の少ない時期に人を集めようと、店オリジナルレシピで10年ほど前にかき氷を始めました。おすすめのかき氷を作ってもらいました。出来上がったのは、まるで翡翠のような美しい緑色。いただいてみると、まるっきりきゅうりです。そう、ごく少量のお砂糖ときゅうりのみで作ったインパクト大のかき氷。今度は少しお塩をかけてみましょう。甘みが出ます。
沢村カメラマンが試食したきゅうりのかき氷を見た人は、これなんだろう、きゅうり、きゅうり、ここの前を通っていくときにはきゅうりの、かき氷があるということで、帰りに寄って食べていきますって言いますが、この前へ来たら皆さん変わります。他のものに変わってしまって、そのいちごだとか、メロンだとか、そんな方に大体変わっていきますね。代表によると一番人気はいちご、きゅうりは皆さんが召し上がると順位が上がるかも。丸井製菓のかき氷は10月いっぱい提供されます。